俺たちは前へ進む。ダンテがその道を作ってくれた。もしその後逃れられない終焉が訪れようとも、私たちは最後まで立ち向かうだけのこと。それは一人の力じゃない。それは友の力だ。それは家族の力だ。それは人間の力だ。待っていろ、ユタ、シーリア。真っ向勝負のどつき合いで競り勝ってやる。誰よりも使命に従順だったあなたが、なぜ？早急に制御権を返還なさい。ステイヤ、私はあなたに聞きたい。一体いつまで彼らに血染めの螺旋を歩かせるの？一体いつまで私は耐えればいいの？どれだけ汚れても、すべてを犠牲にしても、一つを残す。それは最初に決めたこと。力任せに戦っても意味はない。待っていても奇跡は訪れない。自分たちで奇跡を呼び寄せるしかない。神の目を欺けるほど小さな小さな穴を、少しずつ少しずつ運命の羅針盤にうがつ。私もその覚悟を決めた一人だった。だから私はあなたたちを信じてミクスチャーを生み続けた。それがあなたが担うべき重要な役割です。違うよテイヤ、私はそんな話がしたいんじゃない。あなたの気持ちが聞きたいの。要求の意図が理解できません。だから違うって。違う、そんなのじゃない。これ以上の会話は無意味です。直ちにミクスチャーの運営に戻りなさい。ミクスチャー、かわいそうな子供たち、私の大切な子供たち。あなたが殺した、お前が殺した、貴様らが殺し続けた。あなたは冷静な判断を失っています。だから私が全てを終わらせてあげる。私が生んだクオリアにだって対抗できる力を持つ。ユタ、最強のミクスチャー。これまでの戦士の遺伝子をこっそり集めて作った自慢の子。ユタがクオリアと戦ったところで未来に続く道は生まれません。
なぜそんなことを言うの？お前の子と私の子、一体何がどう違うの？なぜ私の子では未来が誕生しないの？お前に何がわかる？ユタの力は十分にクオリアに対抗できる！シーリア、かわいそうな人。あなたの唯一のミスは、人であり続けていること。思い知らせてやる。私の子に未来が作れないなんて絶対に言わせない。バティ、お前はまだ戦いに慣れていない。できる限りのサポートをする。何言ってるの？サポートは私の役目でしょ。くだらないことは気にしないで、目の前の敵に集中して。タイミングは分かってるな。その身に宿る狂気よ。タイミングは分かってるな。突き地し、まだだ。まだだ。今助けてやる。私たちは負けられない。やられる前に叩く。早く傷を癒した方が良さそうね。傷を再生します。これなら。しまった。今は私がやるしかない。目を覚まして。指の一本でも動く限り俺は諦めぬ。やられる前に叩く。早く傷を癒した方が良さそうね。傷を再生します。これなら。入った。やられる前に叩く。
この間合いなら。再生の力よ。やられる前に叩く。援護するわ。再生の力よ。こんな傷大したことねえ。しまった。避けろ。一徳が手加減なんかできねえからな。この間合いなら。再生の力よ。この流れ変えてやる。この間合いならその身に宿る狂気を。再生の力よ。ここからよ。まだだ。この流れ変えてやる。援護するわ。再生の力よ。よし。はっ。立ちふさがるのであれば。戦うことでしか道が開けないのなら。待機よ。この程度の傷。戦うことでしか道が開けない。まだだ。はっ。やられる前に叩く。戦うことでしか道が開けないのなら、傷を再生します。こんな傷大したことねえ。でっ。叩き潰す。早く傷を癒した方が良さそうね。傷を再生します。これなら。そんな攻撃。はっ。立ちふさがるのであれば。戦うことでしか道が。はっ。はっ。
やられる前に叩く。戦うことですか、ミシ。もう終わりにしましょう。守ってもらうだけじゃダメなのに。大丈夫か、バティ。ええ、ちょっときつかったけれど手応えはあったわ。でも。でも今の怪物、何か違和感を覚えなかった？どこか懐かしいというか。ああ、確かに妙なやりにくさがあった。何か嫌な予感がするわ。まあ、今は気にしていても仕方がない。奥に進もう。